こんにちは。アルファアドバイザーズの坂下です。アルファアドバイザーズでは、社会人の方のキャリア、それから大学留学、大学の編入、大学院の留学、そういった形でキャリアとか、学生の方の留学、あとは就職活動、転職、皆さんのキャリア、留学、そういったことを幅広くサポートしております。で、社会人の方からはいつも申し上げている通り、キャリアのご相談、今本当に多くなってまして、転職ももちろんなんですけれど、やはり海外に行って専門性をつけたいとか、グローバル経験をつけたい。で、もっとステップアップ、キャリアアップしたい。今の会社にいても将来が不安だし、この後ジョブ型にどんどんなっていくので、なんとかこれからのキャリアについて相談したいというような声も非常に多いですし、で、社会人、もうちょっとその手前ですよね。大学生、大学院生の方の就職活動とか、あとは大学生、大学院生の方でも、日本の大学の方なんかは特に、就職する前に海外の大学院に行く、あるいは大学に編入するですね。海外の大学に編入したいという方も非常に多くなっております。で、あとはアルファでは、高校生の方の大学の受験の留学、受験、というのもたくさん見てるんですけども、もう日本で東大早慶を目指してるみたいな方は、アルファには皆無ででしてね、皆さん海外の大学を目指して頑張ってらっしゃいます。で、今年もほとんどもう大学受験、海外の大学は合格がちょうど本日、昨日かな、昨日、アメリカの3月31日に、アイビーリーグとかも出揃いまして、で、ハーバードとかコロンビアとか、皆さん、プリンストンとかね、素晴らしい学校、受かってる方もたくさんいます。で、今日はですね、主にその社会人の方の留学っていうところで、MBA についてですね。で、ちょうど MBA の今年2022年のランキングが US ニュースで発表されていたので、US ニュースなのでアメリカの、ビジネススクールだけなんですけれど、そちらもレビューしながら、MBA トップスクール合格方法っていうのを伝授していきたいと思います。アルファでも毎年ですね、本当にトップスクールに皆さんが合格してるんですけれど、なぜアルファからそんなに皆さんが合格するのかっていうところも今日は、その秘訣がわかると思いますし、これからトップスクール目指したいって方はぜひ最後まで見ていただいて、で、MBA に行った後のキャリアについても今日は、最近のトレンドも交えながら話していきたいと思いますので、ぜひ最後まで見ていただければと思います。で、先ほど申し上げたように、アルファでは、小さい、お子さん、本当に2歳、下は2歳からですね、親御さんからのご相談もあれば、上はもう50代の方まで社会人のキャリアのサポートっていうのも一貫して、受験、留学、就職、転職、さらに MBA とかっていうところを一貫して見てますので、ぜひキャリアとか、この先の進路、そういったご相談したいという方はいつでもご相談いただければと思います。はい。では、ちょっと最初に、まずは MBA の喜びの声ということで、ちょうど今、サードラウンドですね。MBA はサードラウンドで受けた方の合格とかが、どんどん出揃ってきているところで、先日ですね、USCI ベアって、ミッドキャリアの MBA、30代、40代の方がメインになってますけれども、USCI ベア、サードラウンドで受けたよっていう方からご報告がありましたので、ご紹介します。ちょうどこれ、今朝かな あってですね、最新のものということで一つ持ってきてみました。USCI ベアのアドミッションよりメールで、Congratulations on behalf of the USC Marshall School of Business. We are pleased to inform you that you have been admitted to the MBA class of 22 to 23という合格通知をいただくことができました。サードラウンドで残りの枠があるのかどうかなど若干不安はありましたが、おかげさまで無事合格をいただくことができました。厚く御礼申し上げます。このまま USI ベア決め、今後は就活対策に集中していきたいと思います。本当にありがとうございましたということですね。はい。この方も書いてある通り、今度サードラウンドの最後ですね、よく皆さん受かりにくいとかっていう方も、いらっしゃるかなとは思うんですけど、そこで受けて無事合格されたっていうことですね。はい。で、今日はアルファ代表のリスミさんも入っていただいてますので、一緒に MBA のランキングレビューとか、あとはまさに MBA の合格方法っていうところもお話していきたいと思います。リスミさん、よろしくお願いします。はい、お願いします。本当に昨日今日ですかね。あんまり寝れてないんですけどね。アメリカの大学の合格の発表があって、
興奮冷めやらぬという感じで、皆さん本当素晴らしい結果を残されていて、MBA の方々もそうですし、アメリカやイギリス、特に、あと、アジアですね、とかのその大学の合格も素晴らしい皆さん結果を出していて、でもう海外大学とか海外の MBA に行く必要あるんですかみたいな、もう本当になんか低レベルな質問する人はもうほとんどいなくなったなっていう感じですね。今はもう時代がもうその日本の大学に行っても日本の企業で働いていてもあまり未来がないというのが皆さんよく分かってきたと思いますし、自分がサバイブしていくために自分の給料それから自分のご家族のためにですね、やはり働いて稼ぐためにはですね、自分自身をグローバル化して自分をグローバル教育を受けないともう道はないんだということがもう下は高校生から上は20代30代40代50代60代の方までですね、分かってきてるなという感じで、どん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 この傾向は強くなると思いますし、まだ MBA とか特にテック系の大学院もコンピュータサイエンスとかデータサイエンスビジネスアナリティクスのようなですね、大学院もかなり今人気が出ていて、アルファでもたくさんの人がですね、合格をしてます。今年ももう4月1日になりましたし、新学期スタートということで我々も新しい方向にですね、目を向けて、今年出願してぜひですね、皆さんをどんどんグローバルな環境に送り込んでいきたいと思いますし、さらに皆さんがキャリア的にもですね、年収的にも生活的にも大幅なですね、ジャンプアップができるようにサポートしていきたいと思います。で、今日はじゃあ、ちょっと前段で、ちょっと簡単に、今のそのニュース、ちょっとエミさん、ニュースいきましょうか。今、足元でこういうことが起きてるよっていうのをちょっとアップデートしつつ、US ニュースの米国 MBA ランキングが2022年の新しいのが出ましたので、そのあたりの、その何が起こっているのかと。いうのをちょっと皆さんとですね踏まえた上で、ファーストラウンドですね、大体イメージ9月10月のファーストラウンドに向けてですね、今ぜひ、出願対策をしたいということで皆さんたくさんアルファにご相談いただいているので、そのステップをですね簡単に紹介したいと思います。では最初ニュースいきましょうか。じゃあ一つ一つちょっとテンポよくお願いします。はい、では、こちらのツイッターから見ていきたいと思います。この出世払い、奨学金の出世払いということが、ニュースでも話題になってたんですけれど、こちらに対する、ツイートですね。年収300万で出世払いか、大学進学率は 50% 超えていたはずだし、出世払いなんて言葉を使うということは、大半の人がそこに届いていないと仮定すると、22歳くらいの社会人の6、7割は300万割っているということかなっていうことですね。もともとの記事はこちらの読売新聞オンラインさんの奨学金出世払い検討を首相が指示、就職後に一定年収になったら返済というものですね。はい。これは本当に、皆さんね、ご承知のニュースだと思いますけれども、その大学に行くためのその奨学金という名のローンですね。ローンをですね、いつ払わせるかっていう話をしていて、その岸田さんが、出世払いでいいんじゃないっていう話をしたと。つまり、就職後に、一定年収になったら返済開始するというような、そういう特例をですね認めてもいいんじゃないかという話をして、その金額が300万だと言ったという話ですね。つまりこの方が書かれているように、つまり300万というのは出世をした金額として300万というターゲット。そうですよね。就業とかじゃなくて出世という。そう、出世、つまり300万に到達したら出世と、日本では出世とみなそうと。
いうことなんで、いやもう本当にそうだと思いますよ。だって今平均で400万とかなんで、多分おっしゃる通り22歳ぐらいの社会人の6、7あるいは300万割ってるっていうのは、これだって普通の大卒で、あの東大総計で一発の大企業入っても、もう400万いかないとか400万ちょいとかって普通にあるわけだから、まあそれ以下のその偏差値の大学の人たち、普通の会社に入ったり300万とか多分普通だと思うんですよね。つまりもう日本っていうのはもうこういうレベル感であるということを皆さん強く認識していただくといいかなと思いますし、やはりそのもう300万とかで、まあなかなかね大変だと思うんで、生活していくのもね、やっぱここからどう抜け出すかっていうゲームをぜひ皆さんね真剣に考えていただく必要があるかなと思います。はい、次お願いします。はい、次は、こちらですね、あのイリスミさんのね、こちらツイッターなんで皆さんフォローもよければお願いします。はい、年齢より職務で賃金が決まるジョブ型雇用、大企業で導入広がるっていうことですね。こちらもともとは朝日新聞さんの記事で、アルファでもずいぶん前からね、ジョブ型っていうお話はしていたと思うんですけれど、まあ、改めて朝日新聞さんで、これは KDDI さんがね大きく書いてありますけれども、あの取り上げられてるっていう感じですね。ちょっと KDDI さんのだけ読んでもらっていいですか。じゃあ、じゃあ年齢が上がるにつれて給料が増える、その記事、あ、記事失礼しました。こちらですね、朝日新聞デジタルの、はい、ちょうどこれ昨日3月31日に出てた記事ですね。年齢より職務で賃金が決まるジョブ型雇用、大企業で導入広がるということで、いわゆる年齢が上がれば給料が増えるという年功序列賃金、序列型賃金といったこれまでの雇用制度を変えようとする企業が増えている。職務に応じて賃金を決めるジョブ型雇用の導入も広がる。企業側は働き方の改革につながると強調するが、中高年社員らの賃金引き下げにつながるとの指摘もあると。で、富士通さんもね結構話題になってましたね。富士通は28日に会見し、人事制度について説明したと。あと KDDI も4月から独自の人事制度を導入しますということですね。全社員って書いてますよ。全社員に導入すると。うん。で、管理職、その後ちょっと読んでもらっていい。管理職や新卒採用者らには、昨年の春までに先行して始めた。うん、法人営業やデータサイエンティストなど30職種について仕事内容や必要な技能を明示、昇格や人材登用を柔軟にしようとしていると。そうだから結局はもうそのマーケットに応じたその仕事の区分けと、マーケットに応じた賃金体系を細かくジョブごとに決めていきます。で、それをすることによって、例えばデータサイエンティストみたいな、まさに今ねすごい高いニーズがある仕事っていうのは高い給料を出せるようになるし、そうでない仕事は結局そのまあ、賃金というか、まあ、給与が低くできるわけですね、企業としてはね。だからで逆に言うと、そういうそのマーケットにある程度即したその給与体系を取ることで、外からも外部からも人材を柔軟に取ってこれるような形になったということは、いつも申し上げているように、日本企業はこれから優秀な人はより給料を出します。外からもガンガン取ってきます。で、優秀でない人というのはその給料をとことん下げますということをどんどんやっていきますよっていうのは、まあ、そこは加速してるっていうことで、まあ、あの本当に努力しない、もしくは自己投資しない人というのはもう未来が非常にですね、あの暗くなっていってしまうので、で給与もどんどん本当に300万以下になっていくと思うんですよ。本当に多分あの、10年後はその日本の平均年収300万ぐらいになってると思うんで、あのそこの中に入るのか、まあ、MBA に行って年収5000万目指すのかって、まあ、明確だと思うので、そこはあの早めに自己投資して MBA に行って自分をグローバル化された方がいいと思います。ということですね。だからジョブ型がかなり加速しているということですね。はい、次お願いします。はい、でこちらはですね、そのじゃあそこの社会人に至る前の段階ですよね、
東大受験生というか、都市部難関中高一貫生の小さい頃にピアノ、水泳、英会話やってた率の高さなっていう、このツイートですね。これはね、うんうん、どういう意味かというと、要はお金持ちが結局教育にお金をかけれてるよねという話と、うんうんうん、その音楽とスポーツと英語っていうのをね、まあ、やらせるっていうのは、実は音楽とかスポーツっていうのは、その米国とか、まあ、その今日、まあ、IB リーグの合格出ましたけれども、すごくアドバンテージになるんですよね。そのピアノやってましたとか。当然英会話も、だからアルファに今ご相談いただく保護者の方々も、もう今小学生で中学校からどこのそのインターナショナルスクール行かせればいいかとかそういう話ではなくて、どこの海外の学校に行かせたらいいかっていう相談がめちゃめちゃ多いんですね。そうですね、うん、そうだからもうその分かってる、教育について分かってる親の層というのはもう日本で一応まあ目指させるんだったら東大受験かなっていうので、一応サピとか入れてるんだけど、サピックスが入れてるけれども、まあそこに未来はないよねと思ってるから、まあある程度いろんなことはやらせてますよと。でまあちゃんとそういう海外の、そうは言ってもまだ時代的にはまだ海外大学を目指そうっていうのはそんなに多くはないので、まあ結果として東大を受けさせるって形になるんだけど、ある程度ちゃんと踏み込んだ親というのは、その子どもの頃からちゃんと教育投資をして、お子様をこういうふうに育ててるっていう話をしているということですね。だからやっぱりそのいつも言ってるように、親が稼げないと子どもにも教育の投資はできないわけなんで、ちゃんと稼いで将来的にもしお子さんを育てるとかなれば、まあ、そういう教育投資をしてあげられるぐらい皆さんもたっぷり稼いでいただくと。でたっぷり稼ぐためにはやっぱり自分自身がその MBA とかに行ってグローバル企業、外資企業で年収2000万3000万を稼がないといけないと、まあ、こういうことになります。はい、次お願いします。はい、次はですね、まあ、一方でっていうところですね。今日の話題でもあるんですけれど、アメリカのビジネススクールですね。これヤフーニュースさんで、もともとは現代ビジネスさんの記事なんですけれど、見ていきます。米国ビジネススクールの MBA 取得者の初任給は年5000万円というね、3月の半ばくらいの記事ですね。アメリカでトップスクールのビジネススクールを、トップクラスのビジネススクールを出ると、初任給の平均が約1700万だって。ボーナスを加えると2500万になる。金融の場合には5000万円を超す。ストックオプションを加えればもっと増えると。学費も巨額だが、初任給がこのように高いので、1年少々で取り戻すことができる。ということですね。で、ボーナスとストックオプションで初任給1億円もありっていうね、このぐらいの、もう最近 MBA の年収も高騰してますし、実際にそういうふうになっているということですね。いや、でこれさ、まあ、これまずヤフーだっけ、これ。これヤフー、もともとは現代ビジネスさんですね。でもそのヤフーさんで、うん、もうこういうのが取り上げ、ニュースとして取り上げられるっていう、まあ、これがニュースになるってこと自体がね、うん、まだまだなんか日本のグローバル教育の意識の低さっていうのが、まあ、つまりサプライズだからニュースになるわけで。そうですね。うん、なんかグローバルでは当たり前だからさ、何言ってんのって話だから。いかに日本がそのグローバル教育ということに対して、ね、本当に意識が低いかってよくわかりますよね。で今日 の, その US ニュース の, その米国 MBA ランキングも当然のようにこのことが書いてあって、でトップ10とかの MBA 行けば、まあ、いわゆる初任給1700、1800、まあ、今円安なんでね、もう2000万軽く超えますよね。これ115円で換算して1700万、そうそうそう、今もう120円、122とかでしょ、うん、そうだからなんかもう本当2000万超えなんですよ、一撃で MBA 行くだけ で, でなぜ行かないのかっていうね、なんかもう不思議でしょうがないですけれども、まあ、皆さんぜひ行っていただければと思います。はい、お願い、次お願いします。はい、
こちらはですね、まあ、MBA キャリア、MBA とか、まあ、投資銀行とか、で、この方、けど金融の、ね、キャリアの一例ということで、ちょっと持ってきました。KPMG からゴールドマンサックス、その後、レノバ CFO の森さんが、リクルートホールディングスのファイナンス担当役員に、会計士投資銀行出身の新たなキャリアの形になりそうですね、ということですね。はい。で、これ、入泉さん、以前、レノバご紹、あ、でもレノバのなんかちょっと話が出たときに、この森さんっていう方のお話出ましたけど。森さん、僕はなんか実はかぶってるんですけど、一緒に働いてたこともあって、非常に、なんだろうな、非常にクレバーな、スマートな方ですよね。それで、これは、一つ皆さんに、参考になるのは、まずやっぱり GS とかのゴールドマンサックスとか投資銀行の IBD に行くと CFO キャリアになれますよってことですよね。で、もともとこの方は公認会計士も取られていたと思うので、そこからゴールドマンサックスに移って、で、レノバの CFO で IPO を担当されて、その後、もう、一つ少し休まれてて、で、最近、リクルートという巨大なね、企業のファイナンス担当役員になられたと。で、財務経理の、まあ、トップということで、やっぱりもう本当にこう大企業がこういう経験のあるその外資系人材を引っこ抜いて、もうトップにどん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 マネジメントに置いておくという、で、来てもらうと、で、高い給料で来てもらうということがどんどん起きていくということですね。で、彼の場合は、多分これ、会計士投資銀行出身の新たなキャリアの形になりそうですねって、これは多分間違っていて、結構前なんですよ。その森さんが MBA なしで GS に入れたっていうのは結構前で、多分今は MBA ないと入れないと思うんで、ほぼ俺。そうですね。やっぱリクルーターの方もおっしゃってましたね。ほとんどもう MBA 採用っていうことをおっしゃってそうまなんですよ。だからこれも本当多分ね、何年前？ 20 年？ 20 年じゃないな。20年とは言えないか。まあ10年以上前の話なんで、ちょっと新たなキャリアの形になることはないと思うんですが、だからここの KPMG MBA からの GSIBD からの CFO、だから CFO キャリア。ここの部分はなるってことですよね。しかもこのレそうノすると、バ、ここもなってるのか。そう、レノバの CFO で IPO してるんで、死ぬほどここで一旦儲けてるんで、もう働かなくてもいいと思うんですけど、彼の場なるほ合ど。は。そう、ただ、まあ、やっぱり CFO、CXO に一旦なると、いろんな次の CXO、じゃこの会社でも、じゃ CFO、COO、CTO、CMO お願いできますかっていう話がどんどん来るので。で、しかもそれが、先ほどのジョブ型っていう話も、相まって、やっぱりできる人に高い金を払って来てもらった方が効率いいよねっていう話になるわけですよ。だから、なんか今までその一生懸命頑張って一つの会社で偉くなれるんだっていうふうにみんな思ってるし、まだ頭の中はそれが残像として残ってるかもしれないんですけど、もうそのなんか希望は捨てた方がいいし、どんどんそうじゃなくなってくる、これから。つまりアメリカ型、グローバル型になってきて、MBA とか海外大学院とか CXO キャリアの人たちがバカバカ入ってくる。で、しかもそれは伝統的なその JTC と言われるね、ジャパニーズトラディショナルカンパニーにおいても、大きな企業においてもそれが起きてるわけだから。ね、こういう人に来てもらおうという話になるわけじゃないですか、結局は。で、やっぱりこういう人じゃないと、これからね、やっぱりグローバルに、例えばリクルートが攻めていく上で、対応できないと。いや、そうですよね。なんか、それこそ日系のもう有名な、ね、すごい大企業の方からの無料相談とかもよくいただくんですけれど、やっぱり、まあ、ある会社さんなんかは、その海外の売り上げとか、海外の事業をもっと展開して、売り上げ伸ばしていこうっていうことで、いや、そうなったら、もう海外のこと分かってる人連れてこないとダメだよねっていうので、まあ、どんどん上の人に海外の方、MBA 持ってたりっていうのが入ってきてて、いや、自分もこの先、まあ、5年とか10年経ったら、なんかお荷物になるんだろうなと思って、MBA 取らないとみたいなね、そういう方結構いますよいね。や、お荷物というよりかは、もうそれ以上いかないわけですよね。もうジョブ型になっちゃってるから。だから自分でキャリアアップしないといけないし、逆に言うと、その外資系とかグローバル企業で、とかで、ちゃんと専門性を身につけて、CXO キャリア、
に行けば、うん、逆に言うとものすごいこう青天井な、うん、その給与とかポジションが与えられる。一気にもう、な、もう今までリクルートでずっとファイナンス財務経理税務本部で頑張ってきた人たちどうなっちゃうのっていう話じゃないですか。いきなりドーンって、しかもさ、森さんってめちゃ若いのよ、見た目も。すごく若い方です。すごい若いの。だからそんな人がさ、いきなりドーンってきてさ、チミチミとか言うわけでしょ。チミチミちょっとこの資料いいかなみたいなね。でもゴールドマンサックス仕込みだからさ、めっちゃ仕事もできるし、うん、で IPO も経験してるからさ、いや、まあやっぱりもう本当にそういうところで自分を鍛えた人じゃないとさ、もう食っていけないからね。やっぱりちょっと目指すは森さんのようなあのキャリアを皆さんにも目指してほしいなと思いますね、うん、はい、じゃあ次お願いします。はい、ちなみにたくさんあるんでね。ちょっとこの投資銀行の、まあ、投資銀行というかゴールドマンサックスですね。ゴールドマンサックスのな、まあ、流れで、ゴールドマンサックス出身の上場企業 CFO をまとめということでこちらに出ております。はい、すごいですね。皆さん、何千億、何百億っていうところに、あの IPO 前に入られたっていう感じですかね。はい、で森さんもこちらにいらっしゃいます。で、次ですね、自動車部品大手のマレリ再建支援、米投資ファンド KKR が一時入札に参加という記事ですね。これも読売さん の, あの記事ですね。読売新聞オンラインさんの記事、元記事になっております。それからもう一つ、米アルファベットの医療 AI 事業4つの重要戦略ということですね。でこちらも、アルファベットの医療、まあ、以前もね、この Google なんかで医療分野で AI の応用に力を入れているっていうところをご紹介しましたけれども、こちらの記事ですね。はい、でこう、まあ、重要戦略ということで出ております。それから、こちらもですね、あの、まあ、ベインの記事ですけども、ベインが東芝に TOB した場合に、フィッシモは保有株すべての売却に応じることや、ベイン以外の財産者の TOB には応じない内容を含む契約を結んだ。日本の投資ファンドなど国内税を加えた連合作りを進める。ベインが東芝買収を検討。筆頭株主と合意非公開か前提というね、こちらも東芝の買収の記事が出ておりました。まあ、あのこの記事、これらの記事で分かるように、やっぱり金融とテック AI だなっていうのは分かると思います。でもう間違いなくそういう、もう例えば Google とか Amazon も医療に入ってきてますし、そこで AI 化しようっていうのは本格的に動いていくし、でそれこそあの、まあ、ベインとか KKR みたいなところが、まあ、バンバン日本の会社を買っていくということが起きていて、そのこのね、今エミさんが読んでくれた、ベインが東芝に TOB した場合にエピシモは保有株すべての売却に応じることや、ベイン以外の第三者の TOB に応じる内容を含む契約を結んだみたいなことがパンとこう頭の中で、あ、こういうことねっていうのが分からない人はすぐ MBA 行った方がいいですよ。だからやっぱりね、これが当たり前なんですよね。もうなんかこのその TOB って何ですかみたいなね、エフィッシモって何ですかとか、そのベイン以外の第三者の TOB に応じない内容を含む契約って何ですかって言ってる、いう人はグローバルじゃないんですよ。で金融も勉強してないんですよ。だからやっぱり年収300万に出世で300万の世界に行っちゃう人たちなんですよね。やっぱり単純に勉強すればいいんですよ。勉強が足りないだけだから、うん、頑張って勉強すれば上に行ける世界なんで、みんなにチャンスがあるから、うん、でやっぱりどん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 こういう世界になってくるしね。じゃあそのベインキャピタルとかがどういう人たちがいるのかね、いつもまたちょっとやりますけれども、もうほとんど MBA 卒じゃないですか、ベインキャピタルなんて。そうですね、あと投資銀行ですね。投資銀行とか、まあ、あとベイン、まあ、コンサルでいたとしても、ベインのコンサルにいましたみたいな人たちがいる。そうですね、一部のベインとかマッキンゼーの方とか。そうそうそう。したがって、やっぱりそういう分野の人たちがもう投資家になってきていて、東芝をガバッと買ってね、うん、そのどうこうしようって話になってるわけで、うん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 、で、そのエフィッシモっていうのは村上ファンドなんですよ。はいはい、
で、その裏には、その東芝の株主には、もうそのゴールドマン・サックスがまとめた世界のアセマネヘッジファンド軍団がいて、この裏に何がこううごめいているのかみたいな、もうなんかワクワクしながらこの記事を読めるようじゃないと、お熱いことしてるねって思わないと、やっぱり僕そこからそのまあ要は年収2000万以上のクラスターじゃないということなんですよね。ぜひこっちに来てほしいですね。はい。はい。Google の話もちょっと Google 言っていただいて。Google、あ、こちらですか？あ、ごめんなさい。Amazon の方ですかね。はい。はい。Amazon でアルファベットの方ですかね。うん。はい。こちらですね。医療分野。だから結局そのヘルスケアやりたいですとかいう人とか結構いるんだけど。もうそのここに書いてあるように医療ヘルスケアは人工知能を変える最も重要な分野の一つだって書いてあるじゃないですか、うんうん、その下のところハイライトしてもらっていいですか、ね、ここね、そうそうそう、だから本当その世界でこういうのをやろうとしてるんで、医療とかヘルスケア分野にいる人も結局そのビジネスだけじゃなくてそのテックとか AI というものをその学ばないと、もうついていけない時代が来てるわけですよね。だから結構お医者さんとかその、まあ、薬学やってた真由美さんみたいな人とかも今 MBA とか AI とか勉強しに行ってるわけじゃないですか、海外の大学院にね。だからもうこういう時代が来てるということですよね。逆に言うとなんか金融とテック勉強しとけばいいんだからなんかやることすごいフォーカスされてるから分かりやすくないというふうには思いますけどね。やっぱりあとはそのアルファでいつも言ってますけども、今年ね海外大学とか受けた人たちはやっぱりもうコンピューターサイエンスとかを学びたいとかっていうのはもうみんな書いてますしね。っていうかもうその高校生がもうそういう目線で来てるから、日本みたいに政治経済なんちゃらとか文学部とかそんなところに行こうなんてもうほとんど書いてないですからね。なのでやっぱりそういうそのジェネレーションが上がってきてるんで、その人たちにもうさっきの森さんみたいに駆逐されてきますからね。彼らにコントロールされる時代が来る。すぐですよ多分。40代、50代、60代の人が、あの30代にコントロールされる時代がすぐ来ます。だってもう、高校生のボーディングスクールとか行ってる人たちって、もう高校生のうちからプログラミングとか AI とか作ってますからね。そうですね。うん、もう全然世界は早いですよ。もう日本が遅すぎる。そうですね、確かに。はい。じゃあちょっと次行きましょう。なかなかちょっとランキングに行けないんで。この辺で足止めをね、食らってますので。どんどん行きたいと思います。これはですね、こちらのももともとあったツイートにちょっとかぶせてこの方がツイートコメントされてるんですけど、多分学部卒アメリカでコンピューターサイエンスと PhD 取得、ガーファイムで5年以上の経験積んでから会社の名前を使って起業、アラフォーくらいで会社売却してあとは悠々的な生活が現代分かってキャリアの最適解というね。こちらがちなみにもともとはですね、多分新卒で日系大企業5年以上の経験積んでから会社の名前を使って転職、アラサーくらいで自由にやれる環境で働いて徹底的に結果を出す、再度転職してホワイト外資系高級まったりコースか、ベンチャーの役員クラス自己肯定感爆上がりコースか、起業して好きなことをやるが現代若手キャリアの最適解ということに対してこの方が、いや、の方が言われてる、これねすごい面白くて、この下の人が、はい、この安西さんが書いてることは、はい、僕のモデルなんですよ。つまり15年前のモデルですこれ。なるほど。そうだから今だから僕なんかそうですよね、日系のね住所にいて、そこから経験積んでから、まあ転職はすぐしてないけど MBA に、まあ、でも MBA っていうのがある点がちょっと違うかもしれない。まあ MBA に行ってそこでその後ゴールドマンに行って徹底的に結果を出して、う
それから、まあ、ベンチャー役員クラスも、まあ、行けましたけど、で、外資系企業のまったりコースも行けましたけど、起業して好きなことをやったっていう、僕、これ、下はね、だから15年前のキャリアモデルです。なるほど。そう、だから、安西さんはちょっと15、だからそれに対して、この元気さんっていう方は、そうじゃないよねっていうことで書いてきてるんですよね。だから、今のモデルはこの元気さんです。あー、なるほど、そういうことですね。でなんか PhD まではいらなくて、多分まああったらいいと思いますけど、マスターで全然ガーファに入ってから MBA とかね、 MBA アルファのアドバイザーさんでも、MBA 取ってからガーファに入られてる方もいらっしゃるし、で将来的には起業したいみたいな話もされてますしね。今のモデルはこの元気さんモデルですね。MBA か、それこそマスターのコンピュータサイエンスとか、はいはい、データサイエンスとか取って、GAFA で働いて、その後経験積んでから自分の名前を使って起業して、まあ、時価総額1000億の企業を作るみたいな面白いでしょうね。ああ、そうですね。羨ましいですね、このアメリカの、はい、だからさ、企業を起業して。エミさんなんかもさ、さっきのさ、その話でさ、本当金融とテクノロジー両方学んだ方がいいと思うよ。はい、学びます学びたいと思います。そうそう、だからなんかあんまりさ、まあ教育は教育でいいんだけど、もうできてるじゃんアルファで教育は。そうですね、はい。だからちょっとやりたいことがね、結構形になってきてるので、まあハーバードでもいいし、コロンビアでもいいし、 MIT でもいいし、スタンフォードでもいいし、まあどっかさ、MBA プラスコンピュータサイエンスあたりに編入をそうですね、ちょっと私も理系とは言っても、こうどっちかっていうと生物とか薬学とかなんで。でもほら、結構数字好きじゃない、なんか数字みたいにするの好きだから、数字は好きです ね、だから結構向いてるなと思うんで、いやもう完全にこっちだな、ちょっと頑張ります。そう、結局ね、教育大学院とかいいんだけど、やっぱり、まあ、教育の分野だってどんどんそういう風になるからね。なんかそうですね、教育にも最近それこそ他の大学もそうね、スタンフォードとかもそうですけど、データサイエンスとかが入ってきてる。そうで、コロンビアもなんかテクノロジーのそういうのありますね。で、結構プログラミングやったりとか、まあ、あとは、まあ、別に普通に研究でも使うのであれですけど、なのでぜひぜひ皆さんも、もうこういうキャリアを目指していただければと思いますね。はい、私も今から挑戦しようと思ってますので。ね、ぜひぜひお願いします。はい。でもちなみによく私が無料相談したり、皆さんね、受講生の方と入澄さんとかアドバイザーの方のやり取り見てると、結構皆さんこちらの認識ですよね。大半の方がまだ。いや、アルファの YouTube 見ていただいている方は違うかもしれないですけど、結構この頭の方は多いと思いますね。まあ、日本だとね、まだそれは生きてるんだと思いますけどね。はい。そう、だけど、まあ、グローバル的には上でしょうね。そうですね。転職でキャリアアップしていこうという方が、いまだに結構。転職はあんまりキャリアアップにならないんで。そうです、はい。はい。次ですね。はい。こちらは。今時 Google なんてという人もいるみたいだけど、私はここでできる仕事を学べることに価値を感じている。理解ある上司の下で少し会社の補助ももらって MBA 通えていることもありがたいし、まだまだこの会社でやりたいこともある。そうじゃなくなった時にどうするかも考えながら働けるし、と。 Google に行かれつつ MBA に。この人のプロフィール見たらいいんじゃない。 NMI さんの NMI さん、多分アメリカでもうそのグローバルプロダクトリーダーと Google、マウンテンビューだから本社ですよね。素晴らしいですよね。でしかも UNC のそのノースカロライナのオンライン MBA を取られていると。つまり Google で働きながらオンライン MBA を取っていて、多分会社のサポートもあると。すごくいいじゃないですか、こういうキャリア。本社で。マウンテンビューいいとこですよ、本当。また行きたいな。はい、じゃあ次お願いします。はい、こちらはまたその MBA のちょっと話題に戻りまして、マイクロソフトの過去の MBA インターンの要件を見ていたら、職歴7年以下との記載があり自分は対象外。
入学時9年超えってことですね。で、就活で事業会社でもこういう制約が出てくると思うと、MBA 早く行くに越したことはないですよ、ということですね。はい。ここに書いてありますね。Less than 7 years of full-time work experience と書いてあるので。はい。で、しかもあれですね、そこに書いてあるのは、MBA 持ってれば、IT industry, そのクオリフィケーションとか、IT industry experience is not a prerequisite.ドッキリマーク。ドッキリマーク。あ、これ後で、ちなみにちょっとこれも読むと、Currently a full-time MBA student who wants to launch their career in Japan なので、まあ、日本で働きたい人で、かつこのフルタイム MBA のスチューデント限定のってことですよね、これ。MBA。だから、Less than 7 years だから、だから23から働き始めたとしたら、まあ、30以下っていうことですね、大体。そうですね。まあ、だから年齢で書いてないので、あれですけどね。いや、そうそうそう。まあそうね。だから、その30もしくは、その大学院行った人だと32以下。まあ大体32までっていうのはね、そのアナリストワークで、アソシエートとして入れるのは外資コンサルと外資投資銀行とかそういう年齢。まあ外資コンサルは比較的ちょっと今高めに日本ではなっていますけど、35ぐらいでも全然入れるってありますけれども、やっぱりこういうのも出ありますよということで、早めに、本当に皆さん早めに MBA は行かれる方がいいと思います。これだけ説明してるんで、MBA 行った方がいいんですかっていう質問はちょっと我々にはしないでいただきたいなと思います、ね。まあ、これ見てる人はしないと思いますけど、そういうことを結構言って、そういう質問してくる相談の方も結構多いので、まだ。早く行った方がいいですかとか。めちゃめちゃ多い。そうです。なんか結構アルファさん動画で MBA をおすすめされてるんですけど、MBA 行った方がいい。だからおすすめとかじゃないんだけどなみたいな。MBA、あ、そうですね。MBA に行かない方がいいケースあるんですかとか聞かれることあるんですよ、無料相談で。いや、だからいかに行かないで済ませようかっていう発想の人も結構いるから、いや、別になんかお願いしてるわけじゃないからね、我々。そうですよね、皆さんのキャリアなので。そう、皆さんのキャリアだから、行ったらキャリアアップするし、行かなかったらキャリアダウンして年収200万になりますけど、行った方がいいんじゃないでしょうか、皆さんのためにって言ってるだけであって、僕らからお願いしてるわけじゃないから。そうですね、別にね、無理に行かせようと。無理に行かせようとしてないので、はい、MBA に行かない方がいいケースはありませんので、皆さん MBA に行きましょう。もうそういう時代ですね。はい、次お願いします。あとは次からは MBA のランキングですね。あ、じゃあもう行きましょう。じゃあもう MBA ランキングに。もう話してて50分ぐらい経ってるんで。前置きっていうか、メインは、まあ、皆さん 1.5 倍速ぐらいで聞かれてる人多いと思うんで。はい、メインはこちらなんですけどね。はいはい、これまたイリスミさんで、シカゴですね。イリスミさんもシカゴのご出身なので、1位でおめでたいって感じですね。ちょっと先にランキングを見ていきたいと思います。2023年のベストビジネススクールということですね。で、これアメリカに、まあ、US ニュースから出しているので、アメリカのみなんですけど、見ていきたいと思います。1位がシカゴ。で、次が、1位タイで、ペニシルバニアですね、ウォートンの MBA。それから3位にケロク。こちらもタイで3位がスタンフォード。で、次が5位になりまして、ハーバードですね。で、次5位、こちらもタイで、マサチューセッツ、MIT ですね。それから、まあ、7位がイエール。8位がコロンビア。こちらも8位で UC バークレー。それからこちら10位になって、ミシガンですね。で、11位がダートマス。で、12位がデューク。で、同じ12位でニューヨークユニバーシティ NYU ですね。で、14位にダーデン。15位がコーネル。で、16位にカーネギーメロン。17位が UCLA。18位がテキサス。19位に、さっきあった UNC ですね。ノースカロライナ。19位が USC。それから21位にエモリーと。こんなところですかね。はい。はい。シカゴが1位になって、まあ僕、まあ、シカゴの話って実はあんまりしてないんで、今度、
シカゴについて、シカゴ大学について話したいと思いますけれども、やっぱり金融に強い学校、シカゴとウォートンが、まあ、トップ2と、これは結構納得感はありますね。で、その下ですね。あと、ケロクがね、上がってきたのは、一旦落ちましたけどね、素晴らしいなと思います。すごい頑張ってる。ですね。で、そのテクノロジーのキャッチアップもね、してますし、あとは、まあ、それこそ金融の方にも行こうとしてるんで、なかなかこういうところはさすがだなとは思いますね。次お願いします。同じシカゴにありますけど、なんかあるんですかね、そういう場所的な。なんかあるっていうの？何か。ね、シカゴも1位だし、ケロッグも順位を上げてるっていう。まあ、あんまりその地域性はないんじゃないですかね。ないですかね。うん。で、ハーバードが何も5位ぐらいまで落ちてきて、まあ、スタンフォードは3位というのも分かりますね。だからちょっとね、ハーバードのちょっとこう没落が多分なんか激しいなっていう感じはして、それちょっと後で見ますけれども、いつも見てる MBA の情報のサイトにもそういうことが書かれていて、いや下手したらちょっと数年以内には10位ぐらいまで落ちる可能性もあるかなっていうのは、まあ、個人的には思いますね。ちょっとやっぱりちょっと何でしょうね、いつも言ってますけれども、そのテクノロジーへの対応とか、まあ、ケーススタディみたいなのは結構やっぱり今の時代にはあんまり合わないくなってきてんじゃないかなっていう気はしますので、やっぱりその変化にこう遅れると、まあ日本企業もそうじゃないですか、なんか大企業で、まあ、その変化変革に遅れることによって結局その集落していくっていうか、その競争に負けていくっていうところがあって、まあそのハーバードのその MBA のケースメソッドっていうこととか、やっぱりテックへの対応の遅さとか、そのあたりっていうのは結構大きいかなっていうのはありますね。こういうところにね、トップ10にハルトさんとか入ってくるとすごいことになりそうなんですけどね、そのうちね。そうですね、まさに本当に時代に乗って最先端を行ってますからね、ハルトさん。まあ就職、日本人の就職ランキングだけで言うと間違いなくトップ5に入ると思うんで。はい、じゃあちょっとその、結局どういうことなのかっていうのをね、じゃあエミさん、解説をサクサクっとお願いします。はい。ではこちらですね、ポエット&クォンツの記事から、ちょっと取り上げてご紹介したいと思います。まず全体のトレンド、まあ、失礼しました、これちょっと学校別の方ですかね、いくつか、結構順位が上がったよというところなんかを重点的に見ていきたいと思います。でスタンフォードは先ほど3位に今年はなってましたけれども、まあ、相変わらずですね、結構な倍率で、まあ、テストスコアも皆さん結構高めの方が受かっているよということが書いてありました。それから、イエールですね。イエールはさっきのランキングには載ってなかったかなと思うんですけど、まあ、あったよ。ありました。失礼しました。うん、10位ぐらいじゃない。イエール。あ、失礼しました。7位にあります。7位か。コロンビアの上に来てるんだから今。そうですね。いやね、俺結構前からイエールいいよって言ってたじゃん。でね、結構投資銀行も取って。そう、イエールいいよって、イエールいいよって結構言ってたの、昔からアルファの動画見てくれてきたら分かってると思うんですけど。はい。ああイエールなんすねみたいなんで結構みんなスルーしてたんで、ああそうですねみたいな、なんでイエールなんですかみたいな、いやイエールいいよとかずっと言ってたんだけど、あんまりなんか響いてない感はあって、やっぱり来たねって感じだよね。うーん、イエールいいんですよ。アセットマネジメントね、マスターもありますよね。うん、ここはねやっぱりねグローバルなんですよね、本当にハルトに似てます。そう、インターナショナルスチューデント、まあ、今度イエールの特集やりますけど、インターナショナルスチューデントの比率も高くて、やっぱりそのグローバル経営、グローバルマネジメントにおいて非常にそのなんだろうな、それが得意な人たちが集まってる学校、そういう人たちを集めてる学校、で一方でやっぱり、まあ、ハーバードとかって名前はいいんだけど、どうしてもそのね、ちょっとそういう権威主義的な人たちが結構集まっちゃってるところあるんで、もう時代はそうじゃないよねみたいな話が起こってる気がしますね。
だってイェールのもう2つ上にはハーバードがいるわけでしょ。そうですね。これ下手したら逆転しますよ、そのうち。うん、あのね、こういうところはすごい大事なんだよな、本当。はい、どうぞお願いします。もうなんか永遠に喋っちゃいそう。永遠に喋。今度イェールの、じゃあちょっと学校紹介またします。はい。ちょっとね、アドミッションの方にもね、話して、ね、そうですね。ちょっとぜひ、うん。ちょっと声かけてみましょう。はい、ちょっと声をかけてみたいと思います。で、入角さんがおっしゃってたようにですね、こちら、イェールの、スクールマネジメント。でグローバルパースペクティブセントラルトゥダプログラムミッションということで、グローバルパースペクティブ、その多様性とかっていう環境も非常に大事にされているプログラムですということですね。はい、で、まあ、これだけではなくって、結構そのプレイスメントっていう、こちらですね、ペイ&プレイスメントっていう、まあ、卒業後の年収と、あと、まあ、就職率っていうのかな、まあ、そちらも非常に上がっていたり、この ELSM Located fromって書いてありますけれども、まあ、急増している 85.9 から 94.1% に上がっているとかですね、あとペイメントも、$165,214っていうところに上がってますよっていうことで書いてあります。まあ、ザッツのトールってか、まあ、そのイェールのランキング上がってる理由がね、いろいろ書いてあるんですけど、まあ、非常にもう年々ランキングを上げているっていう感じですね。はい。それから、次はですね、NYU ですね。NYU もトップに来てます。で、Show me the money ってことで、その卒業後の年収が非常に、高くなっていると。で、Average Starting Salary and Sign-on Bonus for Stan MBA hit $181,803ということで、$180,000。さっき、MBA 卒業後の給与ということでご紹介しましたけども、そちらもさらに上回っているというぐらいですかね。まあ、ニューヨークにありますし、結構金融とかね、そのグローバル事業会社とかに入れる可能性が非常に高いですし、バランスのいい教育してるので、うん、まあ、だから一撃 MBA に行くと一撃2000万なんですよ、2000万超え、うん、はい、なのでそういうのがまあもう当たり前になってきてますねって話ですね、うん、はい、あ、これ面白いですね。なんかそのこれ、highest starting salaries and sign-on bonuses っていうこと。だから、sign-on salary と sign-on bonus の合計がここにありますね。NYU、シカゴ、ペンシルベニア。だからやっぱり金融に強いところ。で、スタンフォードは、まあ、あれですね、テックなんで。面白いですね、ダーデン。ダーデン、コーネル。まあ、コーネルはテックなのかな。で、ハーバード、デューク、ケロック。まあ、あんまり変わんないっちゃあんまり変わんないですけどね。で、ダートマス、MIT、UC バークレー。バークレーは結構、そのね、ベンチャー行く人多いからっていうのあって。はい。こんな感じですかね。はい。なところですかね。NYU 強いですね。NYU ね。NYU アルファでも受かってる人、毎年いるんで、興味ある人はいいと思います。あそこは、テック MBA とかっていうのもありますし。そうですね、うん、タンドンも皆さん結構受けてるんで、ね、NYU タンドンのね、オンライン行かれてる方もあれいいですよね、うん、はい、はい、で、もう一つこのトレンド、ちょっと今度は全体的な今回のランキングの、まあ、ポイントをね解説しているこちらのポエット&クオンツさんの記事です。これも、まあ、ほんとつい最近 2,3 日前の記事ですね。シカゴブース&ウォーラン対フォワードフォアファーストイン US ニュースMBA ランキングということで、まあ、1位でタイでしたよねっていうところですね。で、やっぱりその卒業後の給与、サイオンボーナスとかサラリーっていうのが非常に高くなっているというのが挙げられておりますね。さっきご紹介しましたけれども、シカゴですね。はい。でシカゴも2018年に1回1位になったんですけど、今回またさらに1位になったよということですね。How Chicago Booth MBA Program Got Its First Place Ranking っていうところで、ここで、給与ですね。アベレージサラリーとサイオンボーナスっていうのが、$7,300上がって$18,144になりましたっていうことが書いてあります。あとはプレイスメントってその卒業後の就職率っていうのも、5ポイント上がって 96.4% になりましたということですね。はい。
シカゴを、まあ、トップになったっていうようなこの解説とか考察っていうのが書いてあります。でこちらぜひ皆さん、ポエット&クオンズ非常に MBA の記事もあるので、まあ、ぜひ読んでみていただいたらいいかなと思います。で、さっきちょっと話題にも出てきたハーバードですね。こちら、ハーバードビジネススクール、アビスマルジョブプレスメントレートっていう、これ、なんか非常に悪いとかっていう意味なんですけど、まあ、非常に悪いジョブプレイスメントレートってことで書いてありました。69% ですね。で、lowest of any top 10 school and well below Warren's Wharton とかシカゴ、あとミシガンの 88%、89% っていうところに比べても非常に低いよねっていうところが書いてありますね。はい。そのなんでなのっていうところで言うと、うん、一つはですね、例えばその投資銀行とかもなんか ハーバードビジネススクールの人をわざわざ雇おうとはしないんですよね。はあ、トップですけど、いや結局ね、やっぱりその会社とのフィットみたいなの当然あるじゃないですか。今日その会社で働くことへのそのフィットみたいなところっていうのはやっぱりあって、そのコミットメントとかね。だからちょっとね、やっぱりその企業の人たちからは、まあ一言で言うとちょっと使いづらいと思われてるんじゃないかなっていう気はしますよね、このレートを見る限り。なるほど。ほとんどがもう 90% ぐらいのそのジョブプレイスメントっていうのは、卒業後にどれだけのその人が、まあその何でしょう、まあ、就職できたかみたいなところあると思うんですよね。3 months after graduation ということなんで、うん、卒業後3ヶ月以内に仕事をつけてる人たちっていうことで言うと、うん、そのバークレーでも 88.3% あるのに 70% 切ってるのはこう本当にひどいジョブプレイスメントレートだって書かれちゃうぐらいひどいんですよね。うん、だからちょっとやっぱりね、その辺がそのハーバードのその少しこうやり方とか人の集め方とかが、まあその企業に嫌われてるのかなっていう感じは、まあ今見てて思いますよね。やっぱこういうのはじわじわ聞いてくるんですよね。結構前からリクルーターの人は、まあハーバードはちょっとターゲット校じゃないんでとか、よく僕は耳にしてたんで、あ、そうなんですねみたいな。なるほど。まあ、業界によってもね、違うかもしれないです、ね。そうですね、はい、うん。ということですね。はい、はい、そんな感じです、はい。あ、ちなみにこれもう一つ持ってきたんですよね。あ、テッド・シュナイダー。さん、この人は、その今ですね、そのイェールのビジネススクールの学長やってんじゃないかな。はい。なんですけど、でイェールのそのランキング、今プレゼント。そう、いや、イェールのランキングがもううなぎ登りだって話があって。ああ、そうですね。2019年から。そう。で、実はね、その、このテッド・シュナイダーって、シカゴのディーンでもあったんですね、かつて。はいはい。で、シカゴのディーンになってから、そのシカゴのそのランキングが10位から1位に上がったんですよ、ガッて。で、この人が今イェールにいるでしょ。はいはい、いらっしゃる。めちゃめちゃ面白いはずなんですよね。だからこの人はランキング1位請け負い人なんで、多分。ここに書いてありますね。シュナイダー has had extraordinary success with various business school rankings っていう書いてありますね。でミシガンでは、サクセス。ミシガンは、シニアアソシエイトディーン、インチャージオブエミプログラム、パートオブティームリードバイ、ね。ナンバー2、ナンバー2まで押し上げたって書いてあるね。そうですね。どうするか。シカゴ、まあ、よりますけど、シカゴは、シカゴは、一回も1位になったことが。なったのなかったのに、そうそうそう。だからちょうどね、僕が卒業した後ぐらいから、卒業する前、ちょい前ぐらいから、ランキング1位目指すぞとか言い始めて、学校で。でこのシュナイダーが来てナンバーワンに躍り出て、そこからずっとそれ頑張ってキープしてるんですよね、シカゴって。すごいですね。そうだからね、やっぱりこういうリーダーシップなんですよね、結局は。学校経営もプログラム経営もリーダーシップ。このテッド・シュナイダーみたいな多分再生請負人なんで、ある意味イェールは下手したら
1位に来る可能性ありますよ。あ、なるほど。イェールはいいんだよねって、本当に良さをね、みんな、イェールの人もあんまりさ、なんか表に出てこないじゃん。確かに、あんまり、そうですね、なんか、まあ、私があんまりね、なんかこう、有名人って、イェールの MBA ですごい人って言ってもさ、パッと思い浮かばないじゃん。そういわゆる有名企業のみたいな方は。そう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 。だからまあ普通にあのゴールドマンとかもイエールよく取ってたし、うん、今そのね、あのエミさんも言ってくれたけど、結構そういうファイナンス系、アセットマネジメントのマスターもあったり、うん、結構ファイナンスもすごい、あのエリア自体がコネチカットの本当にヘッジファンドめちゃめちゃこう乱立してるようなところにあるので、うん、場所もそのちょうどボストンとニューヨークの間ですしね、場所もいいですし、うん、あとそういうダイナミズムもいいし、やっぱりリーダーシップがテッド・シュナイダーになってるっていうことから言うと、まあ、イエールはちょっと今年押したいなっていう感じがしますよね。うーん、でイエールはね、確かなんだっけ、 GMAT だけでいけるんだっけ。あ、イエールは確かになんか IELTS 英語のテストがなんか明確に記載されてなかった気がする。そうそうそうなんです。多分ね、いらないので、あの結構チャンスだと思います。他のMBA はおそらくもう今年からはですね、まあ、GMAT、GRE とか、まあ、かなり復活させてくれると思いますし、うん、あのまあそのテスト対策も含めてね、アルファでは最初からもうバキバキに準備している人たちがめちゃめちゃ多いので、うん、そのあたりももちろん我々サポートを強くしてますけれども、まだね、それこそコロンビアとか、それこそ、デュークとか、イエールとかっていうのは、NYU とかね、多少そういうそのテスト の緩和がある学校、もともと COVID の前からそれを緩和してた学校では、多分継続してそれをやると思うので、イエールもすごくあのテストがそんなに厳しくないっていう意味ではチャンスなので、はい、イエールとか興味ある人、あとまあさっきのちょっとランキングもう一回いきましょうか。ですね、はい、でちょうどもう今年の出願のタイミングは大体ファーストラウンドでいうとコロンビアが多分一番早くて、そのアーリーラウンド、もうアーリーラウンド出すぜって言って準備している人たちがかなりいて、それも5月6月ぐらいから始まるんで、新しいラウンドがね。で早く出せば早く合格しますし、シカゴとかユーペンとか、あとちょっと下ドットもう一回見ていただいていいですか。はい、ケロック、スタンフォード、ハーバード、MIT、イェール、コロンビア、バークレーですね、それからミシガン、ダートマス、デューク、NYU、ダーデン、コーネル、カネギメロン、UCLA、まあ、テキサス、ノースカロライナ、USC ですね。まあ、このあたりは、ちょっと20位ぐらいはですね、一つ一つちょっと我々も時間を見つけて、皆さんに紹介していきたいと思いますし、皆さんの方でも、サイトとか見ていただいて、とにかく、まあ、ファーストラウンド、まあ、イメージ9月、10月に、最初にですね、出せれば、かなり合格率高まりますので、今この動画を見て、ちょっと MBA 今年出願しようと思う方は、間違いなくファーストラウンドで出された方が、まあ合格確率的に一番高いのは間違いないので、ぜひ、ちょっとトップ20で、これは今日はアメリカだけですけれども、そのヨーロッパとかアジアにもすごいいい学校ありますしね。結構僕が個人的にはなんか一番推してるのは、まあ、清華大学の MBA とかっていうのは結構激アツのプログラムがあったりしますし、香港とかも、今香港とかまだ間に合うんで、今年の9月とか行けますし、ヨーロッパも、ケンブリッジ、オックスフォードとかね、今週アドミッションの方来てくれますよね。そうですね、今週アドミッションの方が、まあ、後で、ね、ご紹介します。オックスフォードのエグゼクティブ MBA とケンブリッジの MBA、うん、そう、もうなんかロンドンとかでね、ロンドン の GAFA とかで就職決めてる日本人とかも出始めていて、うん、それこそそのアメリカと同じようなビザ、ワークビザもイギリスで出るようになってるので、はいはい、その辺もぜひですね、皆さんどんどん積極的にですね、突っ込んでいただければと思いますし、早く始めると早く受かって、いろいろ就職活動の準備とかもできますので、今年ファーストラウンド
ぜひですね、突っ込んでいただければと思いますし、できるだけ早くですね、アルファにご相談いただければと思います。はい。はい。で、こちらですね、IBBA 海外大学院に出願する際、出願というか合格までに必要な準備で、非常に重要なものということで、まとめております。ご存知の方もね、すでにいらっしゃると思うんですけれども、7つですね、最強レジュメ、最強エッセイ、最強レコメン、レコメンデーション、推薦状ですね、それから4つ目、戦略的課外活動、あとはTOEFL、IELTS、あとは GMAT、GRE、これ5番と6番は両方テストのスコアですね、それから7つ目、最強インタビューということで、こちらセット、すべて網羅的にその評価をされますので、以前こう MBA なぜ落ちるのかみたいなね動画を撮ったと思う、そちらで結構詳しく解説してますので、ぜひそちらも見ていただきたいんですけど、これが準備に必要なもので大事なポイントですよっていうことですね。でアルファではね、すべてトータルでサポートしてますし、あとその一番というかね、結構皆さんがやっぱり卒業後にアルファ MBA 受かった方でこう見事な就職先に行かれてたり、もう早いうちからインターン受かられてたりってするのは、やっぱりその MBA 合格っていうところはもちろんなんですけど、その後のキャリアですよね、そこまで見据えてアドバイスしてますし、イリスミさんはじめアドバイザーの方も皆さんトップの MBA に行かれて、でさらにその後のキャリアでもご自分がいわゆるトップティアの企業ですね、外資の投資銀行、戦略コンサル、ガーファイムみたいなところに行かれている方しかいないので、その後のキャリアまでサポートさせていただいてますので、ぜひ皆さんお早めにご相談いただければと思います。とにかくこのテスト対策もかなり大事になってきてるんですけれども、一番何よりも大事なのはエッセイ、レジュメ、エッセイ、レコメン、このあたり。なので、ここは早めにね、仕上げたいし、どん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 書いていけば書いていくほど、すごくいい内容になっていきますし、とにかくね、このエッセイの深さっていうのは、すっごい大事なので、ぜひここはアルファで、アルファよりも、最強のエッセイを書くサポートできるところはないと思うので、ぜひ早めに、本当に漬物と一緒でね、たくさん漬けておくと結構いい味が出てくるのがエッセイなんで、ちょっと浅漬けよりはしっかりと漬けていくと合格可能性高まりますので、いずれにしても早めに始めたいと思うので、ぜひご連絡ください。またこのあたりは個別指導でも直接もろもろ指導していきたいと思ってます。はい。で、具体的にはですね、こちらのスケジュールでこれからファーストラウンドに向けて出願していると。で、アルファで皆さんこのぐらいのスケジュール感でやっておりますっていうところですね。で、今4月にも入りまして、だいたい6月ぐらいまで、コロンビアなんか目指している方はもう早く始めて、5月ぐらいには仕上げるっていう形で、レジュメ、エッセイ、レコメンデーションの準備をしています。で、同時にスコアメイクも、イリスミさんおっしゃったように、今年はもうほとんどの学校で戻ってきているので、スコアメイクもやっています。で、スコアメイクも含めて、だいたいアルファだとですね、皆さん半年、ぐらいですかね、早かったら3ヶ月とか3ヶ月半年ぐらいで準備をして、でファーストラウンドに出します。でその後 MBA のインタビューがありますので、インタビューをして年内に合格っていう、だいたいファーストラウンドで出すとこのくらいのスケジュールですね。でそうすると来年の9月、2023年の9月から入学になります。でこちらにあるように2年生の MBA もたくさんね合格させてますし、ミッドキャリアの学校ですね、 MIT、スタンフォード、 USC、 アメリカだとこのあたりだから香港、あとハルトとか、シカゴの、これはエグゼクティブ MBA ですけれども、こういった学校もたくさん合格させております。で香港に関しては、香港とハルトの MBA に関してはまだね間に合う、今年9月ギリギリ間に合うというところなので、どうしても早めに行きたいという方は本当にもう動画見たらすぐに無料相談入れていただければと思います。結構ミッションの方に直接ねおつなぎしたりしてアレンジしてますので、ちょっと、特別ルートっていうほどではないんですけど、かなりそのファストトラックで合格もらえると思いますので、ぜひお早めにご相談ください。はい、ということで、
今日のちょっとコンテンツはこんなところですね。あとはお知らせいきたいと思います。今週の5日と6日、4月の5日、夜の11時からオックスフォードのエグゼクティブ MBA の説明会ですね。これアドミッションの方と日本人の卒業生の方で、今はそのイギリスで働かれている方が、来てくださいます。エグゼクティブ MBA なので働きながら、行くという形ですね。で、現地でのビザも出ますので、まあ、ぜひ今日本で働かれている、まあ、ミッドキャリアの方はですね、主にエグゼクティブ MBA なので、YouTube で見ていただければと思います。で、もちろんもっと若手の方とかもですね、非常に参考になるお話もたくさんありますので、ぜひぜひ見ていただければと思います。で、それから4月の6日は夜8時からケンブリッジの MBA です。で、ケンブリッジの MBA も1年生で、まあ、非常にね、もう伝統のある学校ですし、ちょっとイギリスでの就職とかっていうお話もしていただきたいと思っているので、こちらも見てください。こちらも卒業生、または在校生の方をちょっとアレンジしているので、日本人の方も来てくださると思いますので、ぜひ皆さん、この YouTube ライブで見てください。で、特にご興味がある方は、YouTube の概要欄に、後で、登録のリンクを置いておきます。で、そのままアドミッションの方に、ね、ご紹介したりですとか、アドミッションの方からコンタクト取ったりっていうこともできますので、興味ある方はぜひそちらのリンクに登録した上で YouTube ライブで見ていただければと思います。はい、MBA 海外大学院圧勝合格のアルファということで、本当に皆さん早めに海外の MBA または大学院に行ってグローバルキャリアにシフトしていただければと思います。私もイリスビさんになんか常々言われている通り、ちょっと金融と、ね、テクノロジーを勉強しようと、これからまたせこせことですね、 GMAT とかを勉強しようと思ってますので、一緒に頑張っていきましょう。はい、で、自己投資かける挑戦なくしてリターンなしということで、まあはい、さっきあったように必ず戻ってくる確率が限りなく高い投資ですので、恐れずにですね、皆さんどんどん挑戦していただければと思います。で、転職ですね、転職についてはこちらにある通り、やっぱりそのままキャリアアップにならない転職をしてしまう方も多いので、まあ、そうするとさっきお話したようにどんどんキャリアがね、尻すぼみになっていったりとか、あとでなんかあの時こうしとけばよかったなってことにならないように、じゃあアルファとしては、ちょっと声を大にして、NG 転職とか、転職早まらないようにということをよく言っております。で、本当に転職するしようとか思っている方は転職する前に必ずご相談いただければと思います。もちろんもう転職始めちゃってるよっていう方は、転職のサポートもレジュメとか職務経歴書面接対策もやっていますし、結構内定先のご相談とかも多いので、どんな段階でも気づいたらお早めにご相談ください。で、転職に関しては、アルファでも、いろいろなこのキャリアの情報っていうのも今載せていまして、このアルファキャリアというところから、アルファからもプレエントリーができるようになっています。で、アルファレコメンドっていうので、皆さんを企業さんにレコメンド、紹介というよりは推薦ですね。一緒にレジュメを作って、すごくアピーリングなレジュメを一緒に作って、それを企業さんに出していくということもやっていますので、ご興味がある方はぜひアルファキャリアも登録の上、プレエントリーしてください。で、登録自体は無料でできますし、すでにアルファのアカウント持っている方はそちらでも見られます。結構もうプレエントリーいただいて、企業さんにレコメンドしている方もね、どんどんできていますので、はい、こちらもチェックしていただければと思います。キャリア戦略ですね。こちらは1時間で皆さんの人生とか、これからのキャリアの方向性っていうのを考えていくコースになっております。で、これからまだ転職なのか MBA なのか、長期的にどういうふうにしていけばいいのかっていう方は、キャリア戦略、まずは受けていただければと思います。4.5 万円でね、非常に人気も高いですし、ここから迷ってる今のどこに向かえばいいのかっていうのが明確になっています。すでに MBA にね、ある程度興味あるなとか、ちょっと長期ゴールをより具体的にしたいっていう方は、MBA とか転職のね、コースでサポートしてるんですけど、まず方向性から相談したいなって方は、ぜひこちら受けていただければと思います。アルファでは、皆さんのキャリアをいろんな形でサポートしております。で、今ご紹介しなかったところでいくと、USCPA もね、今取りたいという方非常に多いですし、単位をたくさんお金を払って買わなくっても、その前から受けられるやり方もありますので、ぜひご相談ください。あと、社費の方もね、今非常にご相談が多いです。
で、社費獲得に向けてサポートしてほしいという方もいれば、すでにこう社費が決まっていて MBA を受けるという方も多いですので、ぜひご相談ください。あともう MBA 今年行かれるよという方は、ボスキャリーの準備、あと海外の就職、もう本当にアルファ合格した瞬間から皆さんネットワーキングとかどんどんしているので、そちらもここから行く方はですね、お早めにご連絡、ご相談ください。あと、アドバイザーも引き続き募集しております。非常にね、ご相談多いですし、かなり、皆さん、まあ、選考というかですね、一応基準は設けていますので、きちんとキャリアを積んできている方に限定はしてるんですけれど、非常にたくさん、稼ぐこともできますので、はい、ご興味がある方は、ぜひ無料相談からお知らせください。土日祝日連休も無料相談をやっておりますので、アルファ無料相談で検索していただいて、こちらの今すぐ無料相談というところからご連絡ください。こちらに皆さんの現在の状況とか、ご相談したい内容を書いて送信いただければ、まあ、その後、ちょっと事務局とかがね、最初対応して、で、実際に無料相談では個別指導の進め方とかもご説明しております。ご興味がある方は、ぜひご相談ください。ということで、ありがとうございます。ちょっとご質問ですね。ご質問とコメント。はい。コロナ前のものの爆買いや人材や企業の爆買いが進んでいますね。レインみたいな買い方で囲い込みされると、日本には残りかすの企業と人材しか残らなくなりそうです。エミさんがいつもおっしゃってるように、私はそんな残りかすしか残らないと言ってないと思うんですけど、まあ、そういう。感じですかね、はい。まあ、結局残りカスは捨てられるっていうことなんで、何が起こるかって、よくね、なんかPE ファンドに行って、うんうん、なんかその雇用を増やしたいみたいな、ちょっとそのあまり PE がやってることを理解してない人が多いんですけれども、結局はやっぱりその合理化をするというのが PE の仕事であって、つまり余剰人員をまあカットするとか、まあ、ジョブ型にしていくとかですね、優秀な人材を入れていって、まあ、売り上げを伸ばしていくっていうことをまあやるわけで、要はですね、まあ、多くの場合その PE っていうのは、まあ、そのリストラをするわけです。まあ、人をどんどん切っていくっていうことが、まあ、要は普通の日本企業にできなかったことをやるのが PE なんで、やっぱりその雇用というのは当然調整されるんですよね。で、そのおっしゃる通りで、その、まあ、不要な会社っていうのはどん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 こう切り売りされていきますし、うん、で、いらないところ、もしくはまあ捨てるなり、人にあげるなりして、まあ、価値をある程度ですね、高めて、それでまたどっかの会社に売っ払う、もしくは再上場するっていう発想があるだけなんで、まあ、結局、その東芝なんかも、そのゴールドマンサックスが仕掛けていろんなファンドが入って、でそれこそ村上ファンドも入って、あれもあれですごい面白いんで、ちょっと今度ノートでね、何が起こってるかっていうのをやろうと思ってますけど、アルファノートですね。でそのやっぱりああいうそのクラブディールっていうんですけど、みんなでそのグローバルな企業の、まあ、MBA を出た優秀な人たちが、まあそのまあ、巨額な資金をね、武器におっしゃる通り日本企業をバンバン買って解体してですね、売り飛ばしていくということがこれからさらに加速して起こってくるわけですよね。だからなんかそれを考えるとね、その MBA も持たずにその、まあ、社員とか従業員で居続けるっていうこと自体があまりにもリスクが高いということに気づくと思うんですよ。で、それだったら MBA とか取って投資家サイドに行った方が絶対いいわけで、ね、それだったらやっぱりその本当に、まあ、アルファの動画見てくれてる人も全員 MBA に行くべきだと思うし、MBA だけじゃなくて、さっきからエミさんとかにも言ってるように MBA プラスコンピュータサイエンスとかデータサイエンスとか、もうそれはもうマストなんで、でそうするとようやくグローバルな、例えばベインとか KKR とか Google とかにいるトップクラスの人たちと同じ土台に立てるわけなので、やっぱりそちら側に行かないと、もうそのゲームとして仕事は面白くないと思いますよね。もう使われるだけ使われて、いや要はそのビジネスゲームとして、あ、これいらないからこれ、はい、捨てる、売るとか、
ここにもう身売りするとか、この会社こうやってこうやって価値高めて売っちゃおうとかね、もう本当にゲームなんで、ビジネスゲームね。で、そんな会社をビジネスゲームのようにするのはけしからんって言う人もいるかもしれないけど、でもそれはお金を持ってない人の遠吠えにしかならないって。資本主義ですからね。資本主義ですよ。で、だからこそやっぱりそのカスはカスとして認定されて捨てられていくっていうのはこれからの時代だから、やっぱりちょっと早めにね、皆さん投資家サイド、MBA サイド、グローバルサイドの方に本当に早くシフトをねしていただければと思いますね。はい。エミさんもいつも言ってるようにカスにならないように。私ですか。私が。そうですね、はい、私もカスにならない。違う、エミさんが残りカス。別にエミさんがカスじゃない。はい、じゃあ残りカスとして捨てられないように、はい、できるだけ早く皆さん MBA に行きましょう。はい、次の方ご質問ですね。アイビーリーグやスタンフォード大学のビジネススクールでは、米国リベラルアーツカレッジの卒業生の比率は高い印象でしょうか。というね、学歴の話ですかね。なんかそれを聞きたい理由がよくわかんないんで。はい。それを聞きたい理由がよくわからないです。これから何でしょうね。リベラルアーツに行く。いや、リベラルアーツは受けたいんだったら、リベラルアーツ今年もアルファでは結構いい学校受かってるし、本当におすすめですね、リベラルアーツは。以前それこそIBリーグに行かれてた方に動画ね一緒に出ていただきましたけど、その方もなんかリベラルアーツすごいいいって言ってました。リベラルアーツはね、日本人がさらに知らない世界なんで、あそこは本当の意味での超エリート集団ですね。なんかね、そのあたりの感覚がわからない、分かってる人はすごく少ないでしょうね。だから本当なんだろうな、もう少し言うと白人のエリートで、すごく家というか、まあ本当に生粋のね、なんか家柄がいい、家柄がいいところ人たちはやっぱりリベラルアーツに行きますよね。なるほど。そうで、そうおっしゃる通り、別に MBA は MBA で、その向こうはやっぱり大学院もうマストだから、だから当然行きますよ。で、スタンフォードも全然いると思います。全然いますし、それはハーバードだってコロンビアだって普通にいっぱいいます。はい、むしろやっぱりリベラルアーツってすごい、なんだろうな、そういう目で見られてる。そう、なんかその格式高いというイメージはなんとなくありますね。そうですね。なので、今から受けられるんだったら本当にいろいろノウハウあるんで、ぜひ早めに、とにかく海外大学に行ってるっていうことが、やっぱりスタンフォードとか入りたいんだったらもうほぼマストな状態になってきますね。最近だと海外大学卒業の日本人の人はやっぱり多く入ってるんで、スタンフォードは。なのでもう日本の大学じゃスタンフォード入れないんじゃないですか。まあ三菱商事とかの完全に国内っていう人はなかなか最近はね少ないかもしれない。まあハーバードもそもそもそれね、ああいう三菱商事の社費枠みたいなのがなければほとんどもう海外経験がある人たちばっかりなんでね。リベラルアーツのみならず海外大学卒業生たちがもう席巻していくんじゃないですかね、ここからは。やっぱりその日本の大学、東大とか総研に行っててもそういう人たちにも勝てない時代がやってくるっていうのはやっぱり認識しておいた方がいいかなと思いますね。だからこそ早く行った方がいいんですよ。今そういう人たちがぐわーって増えてきてるから、ツイッターとか見てもものすごいじゃないですか、海外大学受けて。すごいですよね、勢いが。なんかまたすごい勢い。今年とかもね、増えた。やっぱり相談もそれに。すごい増えてるし、我々もね。そうですよね。だからもう多分行かない選択肢はないと思いますし、そういう人たちも増えてるし、そういう人たちが今度上がってくるんで。だからやっぱり海外大学、それはボスキャリと一緒ですよね。なんか海外大学か交換留学行ってないと人、グローバル人材にあらず終わりみたいな話になるから。ああ、だからその、
ツイッターいいですよね。なんかすごい皆さんそういうリアルな情報発信。あとはね、まあ、いつも言ってるけど、ジョブ型が入ってくると、今まで例えば僕なんかは、その、あんまり、まあ言っても1年ぐらい、1年行ってない、まあトータルで半年ぐらいのその留学経験しかなかったと思うんだけど、まあノリとこのコミュニケーション能力で、まあ、商社とか入れたんですけど、多分そのこれからジョブ型になってくると、一旦会社に入ってから、じゃあ最初は国内人材だけど将来的にグローバル人材になるみたいなパスはもうなくなるわけですよね。そうですね。三井物産さんなんかね、今年の新卒採用とかまさになんかほぼほぼ海外経験がある人が対象って感じ。いや本当そうですよ。で三菱商事さんなんかもやっぱり 100% 留学経験者だから、ない新卒の内定者はね。うーん、だからもう商社ですら海外経験ないと入れない。だからおっしゃる通り、まあ、MBA トップクラスの MBA もそういう人たちがね、どん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 増えてきちゃうと、そのいわゆるボスキャリーにおけるそのグローバル人材の定義っていつも我々が話してると思うんですけど、海外大学もしくは交換留学正式に行かれた人がやっぱりその将来はトップスクール MBA のみならず、トップのそれこそテクノロジーとかそういう大学院を、まあ、ほとんど埋め尽くしていって、日本の大学出ててもそういうところに入れないっていう時代が多分10年以内に来るから、まあ、早めに行っといた方がいいですよとは思います。はい、はい、ぜひご相談ください。リベラルアーツ、リベラルアーツいいよ。いいですね。私だから大学のボーディングスクールなのよ。私もその、ね、昔はその全然リベラルアーツなんて知らなかったですけど、アルファでも、ね、受けてる方もたくさんいて、一緒にプログラムとか見てると、いやすごいいいなって思いますよね。だって大学で一クラス の, 人数が10人以下なのよ。うーんありえない。で学費が異常に高いのよ。うーん、学費が高いのよ。だから普通のハーバードとかに比べても高いのよ。うーん、でガチで1000万する10ねえねえねえ、学費だけで、ね、学費だけでピュアに、はいはいはい、だから普通の IB リーグにプラス300万とか400万アドオンだよ、ね、うん、で環境もめちゃめちゃいいし、うん、綺麗だし、もうそれこそ大学のボーディングスクールなんで、うん、すごいみんな仲良くなるし、だからやっぱりなんかね、その見てて思うのは、また今度は留学チャンネルの方でやりますけれども、その実際 IB リーグ行った人たちもいっぱいいるじゃないですか。アルファでボスキャリーとかのサポートとかもしてて、話聞いてると、うん、まあ、日本の大学と一緒なんですよ。大きくてマンモスで。そうですね。だからなんかもちろん就活とかで非常にアルファに来てうまくいく方もいれば、なんかちょっと就活でミスったりする全然いますよ、ね、全然います。だからやっぱりなんだろうな、もうそれこそ大教室でみんなで授業を受けてるみたいな話なんで、うーん、本当にどっちがいいのかなっていうのは思いますね。だからまあそのアルファがやっぱりリベラルアーツとかを言い出してるんで、これからそのどんどんね、皆さんにも、あ、リベラルアーツってあるんだ、なんだろう、例えばあとはその柳井奨学金っていうのがあって、ユニクロの柳井さんが奨学金出してるんですよ、2000万ぐらい。はいはい。でそこもその柳井奨学金がを出すと認めているそのリベラルアーツカレッジっていうのもあるわけですね。でアルファの人リベラルアーツの中でもトップってこと。そう、リベラルアーツの中でも柳井奨学金が出る対象校っていうのがあって、やっぱりアルファだとそういうところにみんな受かってるわけで、で狙うんだったらやっぱりそういうところで柳井さんのお金ももらえたらいいじゃないですか。そうですね。そう、だからね、リベラルアーツいいですよ。いいところのポイント、リベラルアーツ行きたいんだったらいくらでもサポートするんで、ぜひ早めに。だから皆さんもね、それこそ社会人の方多いと思うんですけど、お子様はリベラルアーツに行って、普通にすごい超おすすめですね。うん、なかなかやっぱり、あれはもう本当なんか至極の教育じゃないですかね。はい、と思います。またそれは留学チャンネルの方でやりますので、留学チャンネルの方もぜひフォローしておいていただけると嬉しいです。はい、あとですね、次の方ですね、投資銀行でサマーインターンすることを考えた場合、コロンビアの J タームのような短期プログラムでは難しい、短縮プログラムでは難しいのでしょうか。あ、これはね、いい質問で、本当にやりようです。やりようできなくはないです、うん、というところまで
J タームってね、結構いろいろな技があって、夏休みを広く取ろうと思えばできちゃったりもするんで、はい、J タームも、まあなんだろう、で、実際 J タームで投資銀行のインターンやってる人もいます。はい、なので、可能は可能ですよ。はい、なので、ぜひご相談ください。確かにオックスフォードの方とかもね、夏休みやられてるっておっしゃってました。そう、うん。はい。皆さん、コメント、ご質問もありがとうございました。はい。ということで、まあもうね、ファーストラウンドに向けて4月1日ですし、今年の9月、10月、まあちょうど半年ぐらいですかね。ありますので、十分時間がありますので、早くちょっとアルファに来ていただいて、トップスクール、とかね、あとまあ米国就職したいんだったらまあハルトがいいかなっていうのは正直思いますけれども、うん、まあいろいろなね、その皆さんが欲しいものもあるでしょうし、で米国だけじゃなくて、今日は米国の話しましたけれども、ヨーロッパとかアジアにもすごいいい学校ありますし、中国とかもね面白いし、皆さんの興味に合ったですね、もしくは将来のそのキャリアビジョン、キャリアゴールを達成できるいい学校っていうのはたくさんあるので、ぜひ早めに今すぐ無料相談のところからご相談入れていただければ、また直接いろいろとアドバイスもコメントとかもできるので、そうですね、もう MBA とか海外大学院とか、まあ今若い人とかだったら海外大学に編入とかね、日本の大学に行ってらんねえみたいな人たちもかなり増えてるんで、まあ本当そうだと思います。海外大学行くだけで、本当に年収が普通に3倍、4倍、5倍変わってくるから、それこそ初任給も含めて変わってくるんで、日本の大学を出る意味がないですよね。で、まあ残念ながら我々含めて出てしまった人たちは、早くそこを塗り替えると。そうですね。っていうので、あとまあ、エミさんにも MBA とかコンピュータサイエンス、データサイエンス行けって言ってるんで、ちょっとなんかね、今年はみんなでチャレンジと。そうですね、ちょっとなんかエミさんプロジェクト、エミさんプロジェクト USCP へどうなった説っていうのもあるんですけど。ちょっと やることがね、溜まってきてますね。そうですね。はい、有言実行したいと思います。有言実行で、皆さん、エミさんの、はい、テーマ負けないように。実行で頑張りたいと思います。はい、本当にどんな人でもチャンスあるし、行けば世界は変わるし、皆さんの可能性はもう、飛躍的にジャンプアップしますので、もうていうか MBA、なくてもいいんですかとかっていう質問は我々にはしないでください。はい、むしろなんかしたら、エミさん、この今日の動画を皆さんに見ていただいたら、多分、そうですね、ちょっと、なんて答えたらいいんだろうなっていつも、まあ、そのための今日は。私、アドバイザーじゃないのでね、アドバイスはしてないんですけど、なんて言ったらいいんだろうなって思って、これがそのアンサー動画ということで使っていただければと思います、ね、はい、はい、ということでまた皆様と個別にお話できる機会を楽しみにいたしております。いつもご視聴、それから素晴らしいご質問コメントありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで新学期もぜひ、新学期、はい、終わりましたね。はい、はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、それでは失礼いたします。失礼いたします。